キシミーは、アメリカ合衆国フロリダ州オセオラ軍の都市で、同軍の軍庁所在地。2010年国勢調査で、の人口は59,682人。キシミーは2134,411人の人口を誇るオーランドキシミー・サンフォード大都市圏の中心都市の一つである。この地域は当初、南軍の将軍、JH アレン将軍の名前から、 アレンデールと名付けられていた。彼はメアリーベルという名の貨物蒸気船をキシミー川に沿って運航した。市として法人化された1883年にキシミーに改名された。キシミーという名前はネイティブアメリカンの言葉で長い水という意味のカジマから来ている。市の成長はフィラデルフィアのハミルトン・ディストンの功績によるところが大きい。 彼は購入した400万エーカーの土地に排水路を整備した。彼は財政的に不安定なフロリダで南分の土地の排水をする契約をした。彼はほぼ半分の土地の排水に成功した。ディストンはこの計画によってアメリカで最も広い土地の所有者となった。ディストンが春節や土地登記を行うためには新しい水路に沿って人や物資を運搬するために 小型蒸気船が必要だった。キシミーの造船所で生産していたのは、ほとんどが大型蒸気船であり、キシミーは文明社会に一歩先んじていた。同時に、南フロリダ鉄道の路線も、サンフォードからキシミーまで延長され、トホピーカーリーが子にも面していたキシミーは、中央フロリダの交通結節点となった。しかしキシミーの前世紀は長く続かなかった。 鉄道輸送の広がりは蒸気船による貨物や旅客の輸送を脅かした。1884年までに南フロリダ鉄道は短波まで路線が延長された。1893年強行はアメリカがこれまでに経験した中で最悪の不景気であった。土地投機は破綻し不良再建が残された。ハミルトン・リストンはキシミーの土地の運用を放棄した。 1894年から1895年にかけて襲った寒波により、柑橘類が壊滅的な打撃を受けた。この寒波による影響や、さらに南フロリダの発展に、相まって蒸気船産業がオキいチョビー湖に移転したこともあり、キシミーの産業は牧畜に頼ることになった。キシミーの人口は1950年に4310人であった。当時は、 柑橘類の包装や大規模な牧畜が主な産業だった。近隣にウォルトディズニーワールドリゾートした1971年まで牧畜は市の経済の重要な一部分であった。その後牧場の大部分は分譲地や観光のためにとって変わられた。それでも現在も牧場は市の近隣、特にオセオラ郡南部に点在している。2004年8月13日。 ハリケーンチャーリーがキシミーを通過し、時速100マイルを超える暴風が家屋を襲った。市の至るところで木々が倒され、電線が切断された。キシミー公益事業局は、停電から72時間以内に54%の住民に電気を復旧させ、1週間以内には85%まで復旧した。すべての停電が復旧したのは8月28日だった。 ハリケーンチャーリーの3週間後にも、ハリケーンフランシスがこの地域を襲い、さらにその3週間後には、ハリケーンジャンヌが襲った。キシミー川キシミーは、北緯28度18分14秒整形、81度24分46秒、北緯28.30389度整形、81.41278度、 28.30389-81.41278に位置している。アメリカ合衆国国政調査局によると、地域全面積は17.32平方マイルで、このうち陸地が16.7平方マイル、水域が0.6平方マイル、水域率は3.7%である。オセオラ群では、キシミート、セントクラウド市のみが法人化された自治体である。 両市はアメリカ国道192号線、441号線で結ばれている。キシミー周辺地域の気候は蒸し暑い夏と通常は温和な冬が特徴である。欠片の気候区分によるとキシミーは温暖湿潤気候に分類される。市はトホピーガリーがこの北西岸に位置している。エバーグレーズの源流ともみなされているシングル川が市内を流れている。 ダウンタウン地域はアメリカ国道17号線、国道92号線の重複区間と192号線の交差点付近に広がっている。キシミーのダウンタウンには高層建築物は見られず、ほとんどの建物が2階か3階建てである。ダウンタウンで最も高い建物はオセオラ軍裁判所である。国道七、九十二号線に沿って市の中心部を通るメインストリート、 ブロードウェイストリート、エメットストリートの3つの一続きになった道路が、市の大通りである。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。2010年時点で、キシミリの人口は59,682人であった。そのうちヒスパニックは58.9%、または、ラテン系、ヒスパニックを除いた白人は26.2%、ヒスパニックを除いた。 アフリカンアメリカンは9.6%、ヒスパニックの黒人は2.8%、ネイティブアメリカンは0.6%、アジア人は3.4%、太平洋諸島系は0.1%、ヒスパニックを除いたその他の人種は0.4%、根血は4.7%だった。ネプチューンロードからモーニュメントストリーツにかけての地域は複合的な交通結節点となっている。 ここにはアムトラックの駅があり、通勤路線のサンレールも停車する。またクレーハウンドのバス停もある。さらにリンクスが運行しているバスのターミナルもある。キシミーゲートウェイ空港では4つの事業者がこの地域で航空サービスを展開している。キシミーゲートウェイ空港には長さ5000フィート、6000フィートの滑走路が1本ずつあり、24時間体制で、 一般航空の離着陸を行っている。空港には2校の航空学校のほか航空博物館もある。オーランド国際空港へは、基地ミから車で15分ほどで到達できる。陸路では、フロリダターンパイク、週刊高速道路4号線、オセオラパークへ、アメリカ国道192号線といった幹線道路が通っている。他に、重要な道路は、 アメリカ国道17、92号線、フロリダ州道423号線などがある。オセオラカウンティスタジアム。奥に見えるのは、ジョンソン大学フロリダ校。ヒューストンアストロズは、キシミーのオセオラカウンティスタジアムで、スプリングトレーニングを実施している。このスタジアムでは、キャンプ期間以外には、USSSS、トリプルクラウンスポーツ、世界野球連盟、プロモーションスポーツなど、 多数のアマチュア野球のイベントが開催される。1994年に設立されたジムエヴァンス審判学校は毎年1月第1週から2月第2週までの5週間、スタジアム内で講義やトレーニングを行っている。オセオラ軍ソフトボール場をオセオラ軍ソフトボール場は5面のソフトボール場がある施設で多様なアマチュアのスポーツイベントが催されている。2005年には u s セセセのコンプレックスオブザイヤーハイが開催されたほか、レベルスプリングゲームズ等、多くのファストピッチルール、スローピッチルールの大会、また少年野球のイベントも行われる。オースティンティンデール広域公園にはスポーツ施設があり、年間を通じて様々なイベントを開催している。市では、エンシシアに加盟している学校で争われる。 男子サッカーのナショナルチャンピオンシップトーナメントも開催される。オセオラヘリテージパークはコンサート会場、スポーツスタジアム等が併設されているイベント施設である。シルバースパーズアリーナではヒラリー・ダフ、ボブ・ディラン等のコンサートからロデオのイベントに至るまで様々な催し物が行われている。エホバの承認はシルバースパーズアリーナで毎年地区大会を開催している。 2008年、エホバの承認は、英語やスペイン語での地区大会を数多く開催し、キシミー周辺でも3日間のイベントで数千人の参加者が集まった。キシミーには多くの公演がある。シングルクリークリージョナルトレールは、政府が計画している自転車道で、最終的にはキシミーとオーランドとの間を32マイルで結ぶ予定となっている。 環境の影響を受けやすいシングル側に沿っており、この川はオバマ大統領のグレートアウトドア計画にも含まれている。トレールの各部分は最近開通しており、2016年までには大部分が完成する見込みである。道幅は12フィートで様々な橋や舗装道路で構成されている。ほとんどの区間は未開発地域を通っている。 キシミーにはいくつものゴルフコース、ミニゴルフコースがある。ジョイ・ヤングパークウェイと、オレンジ軍とオセオラ軍の軍境になっている、オセオラパークウェイの角に、屋外型ショッピングモールのループがある。アメリカンイーグル、コールズ、ベストバイなどの店舗や、シネマコンプレックスもモール内にある。キシミーは、オーランドから、近く、ユニバーサル、オーランドリゾートや、シーワールド、 レークブエノビスタ市とベイレーク市には、ウォルトディズニーワールドリゾートがある。観光客はこれらのテーマパークへ市内を通って、容易にアクセスできる。市の包括的年間財務報告書2011年版によると、市内の大きな雇用者トップ10は、以下の通りである。キシミーは、オセオラ郡教育学区に属している。オセオラ図書館システムは、キシミーでハート記念中央図書館を運営している。 日本語補修授業校のオーランド日本語補修校は以前にキシミー協会とトリニティルーテル協会で授業を行っていた。ありがとうございます。